はい、こんにちは、こんばんは、さくやです。今回なんですけど、なんかね、リスナーさんからやばい技送られてきて、なんか展開シールドをここに置き、でこうクラッシュ、このクラッシュを使ってもうどこでもミラマドみたいなちょっとね、あまりにも脅迫すぎるなんか連携プレイの技を送られてきて、ちょっとそれが実際使えるかどうか試してみようかなと思います。僕もなんかその動画倒してるとこしか送られてこなかったんで、まずちょっと見よう見まねでやってみようかなと思います。まずここかな、ここに立って置いてたよね、ここに置いてたよね。はい、でこれやばいなと思ったんですけど、ここにいるんですよ。でこれじゃあ撃っても弾通んないじゃんって思うじゃんちょっとプンちゃん、じゃあ例のやつやって。了解です。これわかる？これなんですよ。これやばくないですか？こうやってここで敵に合わせといて、こっちの盾が正面から切り替えながら足のここを上げてくれると、そこで撃つみたいな感じの技なんですよちょっとじゃあこれどんな感じか見せようと思います。これちょっとマジで強いと思うんだよなじゃあいいですよ、これで。はい、じゃあ頭出してる、クラッシュだから遠くが出てこないと思ってるところをこうみたいなこうみたいな、これやばくないですか？あのミラマドと違って、そのなんだろう、ミラだったら一回壊しちゃうともうそこのなんていうの、窓を復活しないけど、これのやばいところはもう好きな時にミラー窓を展開プラスまたミラー窓みたいに戻せるみたいな、これがねめちゃくちゃ凶悪だなと思って。で一応ちょっと敵からどう見えるかもちょっと見てみます。はい、じゃあちょっと今度は攻撃側に僕が来たんですけど、一応ちょっとやってもらおうかな。はい、まあ、これはなんかここのロングが立てないと厳しいっていう理由で置いてますけど、これなくてもどこでも多分ね、こう体を伏せてる時に守れるとこだったら大丈夫だと思う。でクラッシュが、じゃあ配置ついてもらおう。じゃあちょっとどう見える、見える、まあ一応なんかいるね、一応なんかいるね。なんか家側の頭がオレンジの結構派手だからあれかもしれないけど、まあなんかいるなみたいな。じゃあまあどんな風になんか見えるかはなんとなく分かったんだけど、ちょっとじゃあプンちゃんさ、実戦想定して戦ってみてほしいな。じゃあ俺ここで定点カメラ役でやるんで、じゃあ皆さんちょっと普通にやってみてください。どうぞ。あーなるほどね、まあ、結構なんかあれだね、盾がどうだったプンちゃん。いややっぱでもいざ来るってなるとクラッシュが打ってくるって思うんで、うん、やっぱ足元は見ないです、ね、ああそっち行かないよね。なんか、はい、なんかどっちかっていうとさ、俺これ今見てて思ったんだけどさ、家側がさ、なんていうの、ここにいるけどどっちかっていうとさ、ここの家が伏せて打ってくるっていうよりかさ、こう来る感じするよね。基本多分こっち来るんだろうなって思うよね。これ結構まだだと思うんだよな。じゃあちょっと僕も一回見てみようかな。はい、クラッシュがいる。あ、右も怖いな。あ、なんかいる。で、これであるわけね。いや、これね、想像以上にやばいと思う。ちょっともう一回じゃあ防衛側の方映って見てみよう。はい、ということで、ま、なんかやっぱね、攻撃側から見ると、家が、ま、ここに頭、ね、下からこう見えたとしても、なんか結局こっちから撃ってくるんじゃないかとかって、ちょっとどっから出てくるか予測できない。それもあってめちゃくちゃ強いなって思うんですけど、あとま、一個怖いの、フラグかなって思うんですけど、フラグとかも、ま、こういう展開シールドの裏とかでもいいですし、ま、純粋に、こういうとこ。ま、こういうとこにも置いたりすれば、まあもう完全に要塞の完成なんで、こうやって見てて、はい、じゃあどうぞ。はい、こういう感じで、まあなんかフラグ投げてきてもまあ大丈夫と、まあなんなら投げ物投げてくる瞬間くらいにプンちゃんがこうやってこうねとかいう風に戦うこともできるんで、もうねこれ潰せないですよ。まあヒヤとか打ち込まれちゃうともうどうしようもないんですけど、それ以外はほんと本当にこれね、潰しようがないんじゃないかなって思います。じゃあ最後ちょっとゾフィアさんガチで打ち合いましょう、これ。スタート！
強いやっぱ本当に属性ゲーまくれるから。ああやばいわこれ。これ本当に勝てないと思う。マジで強いやつだ。本当に強いやつですこれ。なんでちょっとこの後実戦でも使ってみます。じゃあちょっと実戦のクリップへどうぞ。あーね、昨日の動画見た？ここ立ってみて。見てない。ここで構えて。そうじゃん。でさ、敵がさここに来るとするじゃん。したらさ武器切り返してさ後ろ向いて、そうするとさあーだめ、もっとね足をこれで撃てる。もう一回やって、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 もう一回やって。おい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 、何やってんの。違う、やりたいことはそれじゃない。もう一回やって、もう一回やって、もう一回、もう一回来て、もう一回来て、もう一回来て。これで俺の前に立って、これで展開してるの透明だから見えるじゃん。したら後ろ振り、武器切り替えだから背中向いて、そうそう、そしたら俺足台だから撃てるんだよ。わかる、言ってること。分かった、言ってること。俺が撃つ瞬間に、うん、展開シールド後ろにやるってことね。そう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 。あー来るぞ来るぞ、ある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 。いいよ、スタンバイスタンバイ、いいよ、やって。あーやれるかお前。やれるかお前。これ失敗で。よーしよし、一人一人とか言ってやったら。なんで行くんだよ。あ、ねこれこれさ、全員であれやろうよ。あ、あれやる？うん、ノマドも持ってきて、ノマドもライオン、ドッケビ、全部持ってきて、ゾン、もうそういう系。開いてない、開いてない、開いてない、お、ごめん、アッシュしか開いてない。グリッドロック、あー、あー。ライオンだったらできるよ、ライオンだったらできるよ。グリッドロックにして、佐藤ちゃん。ちょっと待って。あ、無理だ、これ。ちょっと待って、グリッドロックどこ。あ、ね、あ、狩猟即設置ってこと？即設置、これ多分ぶっ刺さると思うんですよ。即設置に命をかけたパーティーでこれ。あ、なんか留置になんかいるわ、2枚。え？うわ、窓から見てるわ、もうなんなの？ライオン頼むよ。ビリビリビリ。オッケー。入ってんのか？オッケー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 。それ大丈夫？上の人。いいよ。おい。これが即設置最強パーティーだ。ノマド。ノマド反応しました。大丈夫大丈夫、解除しない。あ、はい、だ。来た。後ろ後ろ。後ろいる。後ろばかり進んだ。そうだ。それだ。おおおナイスこれやばくない？年品誰もいない。いない？マンディと近いか、マンディと近い。入っちゃうね、マンディ近い。え、地下から撃たれた俺。ああ、ひねとこ真ん中来ちゃう、引いて。ああ、あーいいね、あとひねとこだ。ナイスー。非常階多分いると思います。ふわここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うのでぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。